ベルギー国内の高速鉄道路線 h s l にベルギー高速鉄道2号線はベルギーの高速鉄道路線であるルーベンアンスマ9 5トルを結んでいる開業は2002年12月15日2009年にはドイツとの国境まで HSL3 が開業したことにより他の高速新線と結合しブルッセル・パリ ドイツ方面への所要時間が大幅に短縮された。HSL には現在タリス、アイスがインターシティサービス同様に利用されている。ブリュッセル中央駅から列車は北方向へ中心部の駅やブリュッセル北駅を通る。スカルベークで2線に分かれる。北側へ向かう路線はアントウェルペン、オランダ国境へ向かう HSL4 である。道路線は東側へ進む。 スカルベーク、ルーベン間にある複々線の軌道は改良され、中央の2本の軌道は時速 200km で走行するタリスやインターシティが利用し、他の軌道を速度の遅いローカル列車に利用されている。ルーベンでは既存の駅を時速 160km で通過し、ブリュッセルリエージュ間の高速道路 E40 号線に沿って時速 300km 走行を開始する前に短い。 トンネルを走る。この6 0トルの区間は、国内のインターシティサービスは、以前のブルッセルリエージュ間の在来線のように、時速2 0 0トルで使用されている。保線基地は、アンスに置かれている。BL セットからリエージュ間は、列車は改良された、在来線を100から時速1 3 0トルで走行する。以下は、2007年夏ダイヤにおけるデータである。 ありがとうございます。